어? 알았어. 토카리 토카. が最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。それよっ。ありがとな。頼むな。よっ。それ。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。
王の使命って何なの？ノクト、いや、魔導エンジンの音がする。シドニーって優しいよね。どうしたよ。1日？2日？付き合ってくれたでしょ、探すの。仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車も断ったし、なんか悪かったな。台車は仕方ない。うん、代わりなんてないもんね。分かってくれてるさ。次の連絡って電話かな。だろ、会いたきゃ店に寄ろうぜ。ダメだ、出ない。連絡が取れないということか。取れるようにしとけって言ってあんだがな。ちょっと心配だね。いや、それでアンブラー見るけど、クライナーは何してるんだろう。見てないな。やっぱりアルジンとこにいいんじゃねえか。元気にしてるといいな。レガリアのありがたみがわかるな。うん、安心感が違うよね。家みてえなもんだからな。ああ。ガーディナが機能すりゃオルチシエにもすぐ行けるんだな。まだダメなの？定期船が再開したという話は聞いてないな。俺聞いたことなかった。昔陛下がお使いになった小さな港なんだ。何もかも30年前仕様だろうな。港は大丈夫だとして船は？そう、なきゃ用意させるしかねえな。させる？地震なくなったな。あ、本当だ。そういえば
ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。うっ、やってやるか。いや、あれ、行くぞ。いや、でうわっ、はっ、
間に合ったみたいだな。すまない。てめえ、おりゃ、ちょっと、ブロプター、てぇ、てぇ、てぇ、よっ、はっ、おれ、うわ、よし、てぇ、げ、大丈夫か？悪いな。やったな。今思ったけど、俺らってさ、キングスナイトみたいじゃない？はあ？4人で一緒に戦うじゃん。じゃあ俺は星5の強さだな。いや、そのレアキャラは俺だ。やったね。やるぞ。ああ
逆転できるか。やってみよう。手こずってしまった。ああ、しばらく休んどけよ。疲れた。ここ敵だらけだったよな。相変わらずスタイリッシュだな。へえ、俺の技かっこいい。これはモテんじゃない。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。
レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。やれ。さっさと先に行こうぜ。もう、おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。レガリアだ。闇に紛れて進め。ああ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。
あれが基地の動力源。魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。気を急ごう。おう。見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。
しまった。装置および周辺兵器を破壊しよう。ノクト、魔導装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は？もう見つかってる。好きにやれ。了解。基地としての機能を低下させるんだ。さてどうぞ。結果的には。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。ねえ、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか？それより Battle to Victory はどうだ？まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。
雰囲気で言いたいだけか。あれ、久しぶりだ、ノクティス。エイブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。ここで死ぬなら、それが世界の運命だ。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえ、ふざけてんのか？次に会うのは海の向こう？うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ。それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ？前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に？知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とかふざけんな。ここで降りるぞ。行こうぜ。気分転換にはなるな。あ、
Thank you.